地質学原理の口へ初代順断尺、サーチャールズ・ライエルは、スコットランド出身の地質学者、法律家。地質学原理の著者として知られ、近代的地質学の基礎となる、聖一説を広めた人物、チャールズ・ダーウィンの友人でもあり、彼の自然淘汰説の着想にも影響を与えた。1797年、スコットランドのアンガス、キノーディで、十人兄弟の長男として生まれた。 ライエルの父は植物学をたしなんでおり、幼きライエルに最初に自然の研究というものを示してみせた。ライエルは少年期をイングランドのニューフォレストのバートリーロッチで過ごし、自然界に対して大いに興味を抱くことになった。オックスフォード大学のエクセターカレッジに通い、地質学と出会い、ウィリアム・バックランドの指導の下、熱心に打ち込んだ。 1816年に卒業し、法律へと仕事を変えたものの、地質学との二足のわらじを履くことになった。1822年に、ライエルの最初の論文音、AD Centre Formation of Freshwater Limestone Mean, For h a d Share を発表。結局、1827年頃には、法律の仕事には見切りをつけ、地質学のキャリアの長い道のりへと足を踏み出したので、あった。 1830年にロンドンのキングズ・カレッジで地質学の教授の職に就いた。1830年から1833年、地質学原理、プリンシプルズ・オブ・ジオロジーの初版を出版した。これはライエルの最初の出版物であると同時に最も知られた出版物でもあり、ライエルの地質学理論家としての地位を確立したものである。ライエルは、 地質学とは迷信を排除して、大自然の中で起きた変化を研究する科学であると宣言している。この地質学原理が、聖一説ウナフォアマテリアンザムの学説、すなわち、その数十年前に、ジェームズ・ハットンによって提唱されていたアイディアを、広く世に知らしめることにつながったのである。1840年代、ダイエルはアメリカ合衆国とカナダへと旅した。 この体験が彼の有名な旅行と地質学本を生むことになった。1875年に高いウェストミンスター寺院に埋葬された。月と火星にあるライエルクレーターの名はチャールズ・ライエルへの尊敬の念を込めて付けられたものである。また、カナダのバスコシア州で発見された化石爬虫類ヒロノムスの種商名ライエリーも彼にちなむ名である。命名者は 友人であったカナダの地質学者、ジョン・ウィリアム・ドーソン。ありがとうございます。